あの伝説の東京ダービーで起きたもう一つの事件。ショスケチャンネル。皆さんバーナジーどうもショスケです。ラッキーみんな元気してるってなわけで。さあ、長友佑都選手の復帰が、発表されまして、数日が経ちましたけども皆さんどうですか。ユニフォーム買いましたか。はい。もう本当佑都長友のね復帰はすごく嬉しいんですけど、長友佑都がこいつやべえぞってなったのって実は、まあ、それもちろん前々から言われたんですけど、マジでこいつやばいぞってなったのって東京ダービーと2007かなんかがね、あれ確か2007か2008、土井さんと福西さんがまさか寝返ってベルギーに行ったっていう事件、まあ寝返ったっていうかあれなんだけどね、年俸が払えないだけなんだかの問題だったらしいんだけど、で事件、あの日、まあ、結構いろいろ事件があったんで、福西のアッパー事件やら、はいですよね、はい、守備の良さが目につきますね、はい、あ相当激しくいきますね、ちょっとこれはやり直しです。腕を振ってましたからね、今ね、ジェッパーとかも出てきてましたね。あそうですね、お互いに腕を振っていましたから、出てきましたね。これこの後ですよね。これはまあ、そうアッパー事件やら、そう復帰退場事件とか、そう長友の劇的決勝ね、劇的決勝ゴールとかさあったんだけどさ。実はあの試合、実は知ってる人は知っているとある事件が起きたんですよ。まず音声なしで、まあまあこれをご覧ください。まあ今ご覧いただいたと思うんですけど、そう柱谷さんがブチ切れたんですよ、確か福西さんがコンちゃんの顔に思いっきりアッパーからかましたんで、アッパーだからフックだからかまして顔を殴ったんですよ。そうでその時に柱谷さんが、いやコンちゃんがファールだろみたいな感じでブチ切れたんですよ。そうまず音声間ちょっとこちらご覧ください。サポーターからは、非常にえげつないチャンパー聞こえてきています。なんてファールないかね、お前ファール、ちょっと待ってファールなかったの今。でもそれも含めてね、ダービーマッチ、あこれは退席にならないといいですけどね、柱谷監督、あもう出ていきなさいですか。そんなことないですね、カードを出しますよ。うん、高山宏さんが今日のレフリーです、うん、ね、で2回目になりますよということをアピールしてますね、はい、ね、すごいでしょ。なんでファールないかね、ちょっとファールないね今、すごいでしょあれ。柱谷さん、あの柱谷さんはすごいよね、うん、俺も驚いたけど、さあまあ哲司さん確かにベルギーのレジェンドの一人ですよ、うん、俺も哲司さんがいた頃のベルギーは好きだったし、ラモスさんだったりカズさん、ラモスさんカズさん津波さん、もちろん哲司さんもそうだし新吉さんもそうだし、本当ベルギーのレジェンドの一人なんだけど、あそこまで怒る必要ないだろう。で高山さんも、高山さん綺麗だもんね、ゲゲ、ね、高山さん顔綺麗だもんね。ちょっと2枚目ですよ、ぶち切りながらさ、もう完全に顔いってんな高山さんと思ったもんね、あの時、うん、そう、そんなね、柱谷事件と僕は言ってますけども、もうその後ね、長友の決勝ゴールを決められて、ブチギリでね、ベンチの柵っつうの、もうガンって投げるんだよ。
れ痛そうだな、多分あれ折れてんぜ、うん、折れたかちょうどちょっと重めの打撲みたいな、うん、まあ、自業自得なんだろうけど、うん、まあ、そんなねちょっとあの今回短めの動画ですけども、あの柱谷哲司のブチギレ事件を、ちょっと動画にしてみました。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アドバイス、ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。